夏色セレブレーション続きをやっていきます。実家に帰省して1日目の夜を迎えました。いろいろ怒涛だよね。いろいろありすぎたよね。で寝て次の日2泊3日だから寝る。これで1日が終わると。どうなんだこれ。ヨウとユナの関係もよくわかんないし、あの兄ちゃんと兄貴と。ヨウがなんで水着でここに泳ぎに来てんだよって話だけどね。はい、8月22日。どうなるんだろうなぁ。この許嫁のお見合いの話はなしになるってことだよね。当人同士がなしで行こうっていう話になったもんね。なぁ、変なポスター貼ってあったぞ。なんだあれ。ん？ああ、朝だ。なんか昨日からいろいろありすぎてあまり寝た気がしないなぁ。にしても昨晩はひどい目にあったよ。それもこれも昨日あんな時間に京野さんが外に出て行ったせいだけど。一体何しに出てったんだろう。それにあの岬にいた京野さんに似た子は誰なんだ。もうミステリーになってきたもんね。京野さん昨日の晩は一応ちゃんと帰ってたみたいだったけど、まさかやっぱり俺の方もな。急に言い名付けって言われてもね。朝香ともなんとなく話しづらいし、こんな時に誰か来て海にでも行こうなんて言ってパーッと明るくしてくれないかな。いやそれは誠でしょ。その要因は誠でしょ。本当に誠来い、海行こうぜって来るでしょ。許嫁のこと親父たちとちゃんと話をしないといけないぞ。まあそうだね。なしにこの話はなかったことにってしないと、ユナとはねお付き合いできないからね。親父が厄介だな。おはよう。あれ親父は？おはよう。お父さんなら急な仕事で出かけたわよ。夕方には戻るって。そうか。そうねえ母さん、その許嫁の話なんだけど。あ、誰か来た？おはようございます。大丈夫？衣装チェンジしたね。昨日夜どこ行ってたん？マジで今日のさん、なんか罰が悪いな。どう切り出そう。昨日はどうもご心配おかけしました。心配したよ。え、あ、いや、そんな。おはよう。昨日はよく眠れたかしら？絶対寝れてないでしょ。はい、何かお手伝いしましょうか？そうか、将来もしかしたら義理のお母さんになる可能性があるからね。ちゃんとやっとこうっていうのは思ったのかな。そうね。それじゃあお料理運んでちょうだい。はーい。あ、母さん。おはよう。昨日はよく眠れた？寝れてないよこっちは。マコトお前一日何してたの？ずっと何も現れなかったけど、マコトはずっと部屋にいたのか？何してたんだ？日々のお前は気楽でいいよな。本当に気楽っていうか、マジで何しに来たん？こっちここに。ところで、今日はこれからどうするんですか？なんで敬語なんだよ。そうだな、朝香に電話してみるか。え、なんで？おはようございます。あ、来た。これ朝香でしょ。あ、朝香？ユナは朝香が許嫁っていうの知ってんだっけ？まだ知らないよね。多分。でも来たな。朝香が家に来た。おはよう。今日はみんなでパーッと海にでも行って思いっきり騒ごうよ。でもこれユナからしたら、あれ用事があるって言ったのになんでここにいるのってなるよね。朝か、今その電話してみようかって話してたんだ。それにしてもどうしたんだよこんな朝っぱらから。ずいぶんとハイテンションじゃないか。朝かさん、
あー、ユナが話を聞いてほしいよね、多分。いいなずけが浅香ってことは、浅香さんだってことは知らないもんね、まだユナは。しまった。なんというドツボのパターン。今日のさん。私も海に行きたいです。みんなで一緒に行きましょう。はい。そうだよね。じゃあ今日はみんなで夏色するか。この長い登り坂を気持ち電車の後ろに乗せて。今日のさんと浅香さんの水着が見られるんですね。そうだよ。お前には見せねえよ。お前には。じゃあ僕は留守番してるよ。たまには友達同士でゆっくり遊んでおいで、ユナ。ありがたい。ちょっとお兄さんはちょっとね、いると気使うから、こっちは。ちょっと。あ、翔吾さん。まさか一人で他の子をナンパしようなんて思ってんじゃないでしょうね。どういう返しだよ、モテ太郎。空気読め、モテ太郎。そんなことするはずないでしょ。はい。俺もそんなことしたことないけどね、ナンパなんて。うんうん、確かに京野さんのお兄さんはそんなことする人じゃないですよね。じゃあ君たちからしてモテ太郎はどういう人に見えてんだよ。でも美味しい思いできる確率だけを単純に考えれば、お兄さんの方へついていった方が得しそうですね。まことはまことで、なんかそういう女の子と遊びたいか。おいおい、日々の自分だけあやかろうってのは良くないんじゃないのか。あんたたち行くの？行かないの？どっちなの？そりゃ行くよ、ユナの水着を見たいもの。私去年までの水着は胸がきつくて、なのでせっかく今年は新しい水着を買ってきたのですが。あー、胸がきつくて、胸がね。まあ高校生だったらまだ成長しますよね。じゃあ行こう、水着を着よう。まあいい、これ22になったな。ちょっとこれでな。それどういうことよ。僕は最初から皆さんと行くつもりでしたから。この今胸がきつくてって言っちゃう言うなね。そういうの言っちゃう言うなね。あ、お前そういうやつだったの。どういうやつだよ。まあまあ、そうと決まれば早速用意をしてお出かけしましょう。そうだね。よし、じゃあ準備。よかった、京野さんも浅香もあまり意識してなさそうで。いやー、これは心に秘めてるんだよ。女子とはそういう生き物じゃないのか。むしろ俺の方が意識しすぎなのか。どっちにしろせっかくこうして遊びに来たんだから、それはそれで楽しまないとな。みんなほら、海へ行こう。おー、行こう。海行こう、もうこっから水着で行こう。もう実家から少し離れたところにある海。この潮見原海岸は俺の子供の頃から全く変わっていない美しい砂浜。昔からここに来るとなんだか妙に落ち着く。こんな人気のない片田舎の海岸にするにはもったいないくらい美しいロケーションである。海だ。さあ着替えようぜ。着替えてくればいいのに。それはどうかな。それは覗いていいよってこと。おい、あそか、なんでお前は俺が覗くと決めつけてるんだよ。覗かないでくださいね。もう覗けって言ってんじゃん、それ。今日のさまで、しゃあない、日々の。俺たちもさっさと着替えようぜ。しゃあないって覗く気があったじゃん、ちょっと、モテ太郎。これは男として彼女たちの期待に応えなければいけませんね。ってことは覗きに行くってことだな。お前こういう時だけなんでそんなに目がギラギラしてるんだ。まあ覗きたいのも山々だけど、今回は気分じゃないんで よしとしとくよ。そんな。じゃあ何のために海に来たんですか。お前は覗くために海に来たんか。じゃあまあ強いて言うならはしゃぎに来たっていうことかな。さあとっとと着替えよう。
JST は何の略だよ。でかい、でかいです、ゆなさん。ゆなさん、でかいです。思った以上に。ってなるよな。それ、大奮発よ。美女二人の悩ましの姿。どう？私たち。いや、もうちょっとゆなのことばっかり見ちゃう。なんか、浅香の水着はまあ、それはそれでね。可愛いんだけど、もうユナが可愛すぎる。今日のさん、可愛いよ。もう怖いわ、モテ太郎の言い方が怖いわ。今日のさん、可愛いよ。怖いわ、モテ太郎。そんな恥ずかしいです。今日のさん、もう少し右に寄ってください。そうそう、いい感じですよ。それあれ？胸の位置の話？もうちょっと右に寄せてこう寄せてくださいってこと？まこと。ひみの、今度俺入れて撮ってくれよ。あんたたち、ブチちょっと待って、何？ブチって何？何の音？後ろのあれが、胸んとこのビキニの後ろが切れた音？それとも、自分の、堪忍袋の尾が切れた音？やば、浅香がマジ切れしやがった。あ、堪忍袋の方だった。京野さんや浅香たちは普段と変わりなく楽しそうに遊んでいる。本音を言えば俺も無邪気に遊びたい。こうしてここにいる仲間たちと余計なことは何も考えずただただつるんでいたい。あかんべーやってる。結局待って、なんで浅香とモテ太郎がはしゃいでんの？ユナとはしゃげよ。そら、どうだ？この、待ちなさい。わ、違うんだよ。こっちで遊ぶんじゃないだろ。待ってください。僕も仲間に入れてくださいよ。なんだこの遊び。私も、待って。ああ、音楽止まると怖いわ。この眩しい太陽と心地よい海風を感じていると、いっそこのまま時間が止まってしまえばいいと心底思う。だが、そうも言ってられない現実。決断しなければならない日が確実に俺に近づいてきているんだ。横にしろ、いい加減。いい加減縦じゃなくて横にしろ。お盆を越えたとはいえ、突き刺さるようなこの夏の陽気はまるで俺たちの心の蜃気楼を映し出しているようだった。急になんか詩人みたいなこと言ったな、モテ太郎。目の前にあるようでつかめない現実に見えている虚構の世界。あ、どうした？急に詩人みたいな、小説家みたいな文章。つかみどころのなさでは、京野さんと陽、彼女たちとの関係もそれに近いような気がする。今彼女は昨日のこともあって少し疲れたのか、俺の目の前で気持ちよさそうに日光浴をしている。こうして彼女を眺めていると、仲良くなりだしたのがつい最近のことだとは思えない。なぜだろう。どうかしましたか？もしかして元からつながってた可能性ある？何かどっかで。お一人だけつまらなそうですよ。ん？そんなことないよ。そうですか。ならいいんですが。いろいろこっちは考えてるんだよ。今をいっぱい楽しみましょう。私もそうします。ああいうのは言い名付けのことだけ聞いてるからな。なんかそうか。これだけ短い時間にいろいろなことがあったんですもの。すぐに答えを見つけようというのは少し厚かましいですよ。え？もっと悩んで苦しんで、それでいいじゃないですか。なんかすげえ諭されてる。京野さん、今を楽しむか。ちょっと生意気でしたね。すみません。
いや、いいんだよ、ユナ。ユナもユナで悩んでるよな。悩んでるっていうか、なあ。いや、そんなことを。私、暴露しちゃいますと。実は、遊ぶために海に来たの、初めてなんです。私、暴露しちゃいますとって、どういう接続詞だよ。暴露しちゃいますとって。まあいいか。母が亡くなってからは家族で旅行するなんてしなくなりましたし、友達や学校で行くこともありませんでした。なのにとても懐かしい気がしたんです。波の音を聞きながら、どこまでも青い海を見ていると、そのまま溶けていっちゃいそうで。京野さん、もしかして京野さん人魚説ある？懐かしい感じがするんでしょう。で、なんか昨日の夜か、なんか光ってる人が泳いだでしょ。ちょっと京野さんっぽい、ユナっぽい人が。この人マジで人魚か？いっそのこと全部溶けちゃって元の一つになれば、何も悩まず何も考えなくてもいいのかな。そうか、みんな一つか。そうなればいいよね。いいか？みんな一つになっちゃったらキスもできないぞ。チューもできないし、こうギュッてすることもできないぞ。一つになっちゃったら別々のがいいべ。あ、なんだ。じっとしてないでビーチバレーしよう。わかった、今行く。京野さんどうする？私は結構です。ここで見てますから。一緒にやろう。ユナもおいでよ。そうだよ。遠慮しときます。さあ早く行ってあげてください。あんまり運動は苦手か。ああ、京野さんのところもさぞや大変だったんだろうな。まあそうか、お母さんが亡くなってっていうその話のことか。あ、また、変なボタンを押してしまいました。はい。こうして今日のお昼はみんなで思いっきりはしゃいだ。みんな何かを忘れるかのように。いや、誠は忘れることないだろう、別に。あいつは何にも考えてないだろう。あ、夕方。あー楽しかった。夏はやっぱり海だよな。波がザブーンで女の子はボーンだもんな。確かに女の子はボーンだったな。だけど、いいなずけの話があってから、どうしても京野さんと浅香、二人のこと意識してしまう。二人とも、勤めて普段と変わらない接し方をしてくれているけど、いいなずけのことどうにかしないといけない。親父もう帰ってきたかな。ちゃんと話をしないと。あ、そうだね。あ、でもこの後夏祭りに行くんだった。じゃあ祭り行って帰ってきたら親父と大喧嘩か？あ、親父帰ってたのか。おう、これから祭りに行くのか。久美子さんも一緒だろうな。うるせえな、久美子って。それが何か。なんと言っても久美子さんはお前の言い名付けだからな。一緒に祭りに行って当然だ。言い名付けの話を承知した覚えはない。親父ちゃんと話をしよう。うん。しかし今から祭りに行くのだろ。そうだった。じゃあ明日俺が帰る前に。いいだろう。親父が一番厄介だけど、分かってくれるような気がすんな、この親父なら。母さんもなんかね、そこまで強制的にっていう感じじゃなさそうだし。そろそろ夏祭りに行きましょう。あの、浅香さんとは神社で待ち合わせでしたよね。ああ、それじゃあ行こうか。ずっと同じ T シャツ着てんな、誠。JST の T シャツ。あ、なんかアイドルのあれかな？アイドルの名前の略かな、あれ。追っかけだよね。アイドル
オタクだもんね。あ、時間ぴったりね。ああ、だけど待たせたみたいだな。ううん、それほどじゃないから。毎年夏のこの時期になると、おそらく潮見原最大であろうと思われるこの潮見神社のお祭りがある。取り立てて物珍しいお祭りではないのだが、夏に来る観光客や帰省したこの町の出身者はまず訪れるだろう。わあ、いろんなお店があるんですね。あ、あんなところにアイドルの生写真も売ってますよ。エルちゃんのもあるかな。あ、エルちゃんか。あ、お前行ってこい、そっちに。お前本当にそっちの人なんだな。ああ、そこにあるのは松本隆子の生写真じゃん。これ松隆子って言いたい？もしかして。どなたですか？松本隆子といえば、ちょい前に大ヒットしたドラマラブジャニのヒロインだよ。知らない？ああ、ラブジェネのヒロインの松隆子のことでしょ。これは怒られるぞ。軽く怒られるぞ。全然知りません。ユナはドラマは見ない派ですか？わかるわけないでしょ。ユナはそういう庶民の話には疎いもん。それディスってんの？すみません。ユナ、お前ディスられたぞ、クミコに。別に謝る必要はないよ。どうでもいいことなんだから。あ、あんなところで金魚すくいをやってるぞ。見に行ってみるか。金魚すくいって何気にね、あの得意。ただ金魚をすくったところで、はいはい、ごめんなさい。プロ級、お前もか。プロ級、プロとかあんの？金魚すくいに。ああ、同じこと言っちゃった。モテ太郎と。金魚すくいにプロがあるかっていうの、プロがあるかっていうの。僕だって金魚すくいなら負けませんよ。やべ、みんなこれでもみんな金魚すくい道2段ですから。ねえねえ、そんなもんねえ。金魚すくい道2段はねえ。だからそんなのないってば。あら、私はインターハイまで出たのよ。惜しくも決勝で負けちゃったけど。もういいだろ、この話引きずんなくて。もうねえよ、だからインターハイもねえんだわ。まだ引きずるか、それ話。僕は世界大会の決勝トーナメントでベスト8に残りましたよ。もういいっつの、いいっつの、二人とも負けず嫌いだな。いいんだよ、そこで競わなくて。だ、もういいよ。ユナは？皆さん、すごいんですね。ほら、信じちゃった。もう世界大会があること信じちゃった。ほら、二人が変なこと言うから、ユナが信じちゃう、そういうの。嘘だよって言ってあげな。じゃあ、ヒビノ君、勝負と行こうじゃないの。じゃあ、前ら二人でそっち行ってて。望むところですよ、浅香さん。じゃあ、二人は金魚すくいに行って。というわけで、白黒はっきりつけてくるわ。あんたたちはこの辺で時間潰してて。この辺で時間潰す？ちょっと明かりのないところに行ってくるわ。何がそこまでさせるんだ。ユナ、ちょっと明かりのないとこ行こう。本物は違いますね。だからないんだって、世界大会とかそういう選手権とかないんだわ、ユナ。ギャグなのか？じゃあ俺たちは向こうの方で待つとしようか。はい、この間に話ができそう。ところでお兄さんの翔吾さんって変わった人だよね。そうですか。よっぽど京野さんのことが心配なんだね。出なけりゃ普通ここまで来ないよ。そうだよな。私は小さい時から兄に助けられてばかりいました。父の教育が厳しかったせいで兄も一時すさんでた時期がありました。そんな時でも兄は私にだけは優しかったんです。きっと兄は私の知らないこともたくさん知っています。
すべてを自分の中に抱え込んで。そういえば昨日京野さんが飛び出した後を追いかけた翔吾さんが陽と一緒だったよな。前から気になっていたんだけど、京野さんって陽とどういう関係なの？知りたいな。なんでだ？なんでつながりがあるんだろう。あなたは、陽はお嫌いですか？いや、そんなことないんだけども、不思議ちゃんだからさ。好きかもしれない。あまり好きじゃないかな。わからない。いや、あまり好きじゃないよ。そうだな。あまり好きじゃないかな。悪い子じゃないとは思うけど。私のことは？大好き。陽よりも好きだよ。陽の方が好きかな。陽と同じくらい好き。陽よりも好きだよ、そんなもんは。キスしてください。マジかよ。いいの？マジで？ユナから言われた。わー、そんなことある？やめておくとかあるの？やめておくとかいう選択肢はないでしょ。キスしてくださいって女子から言われて断ったらそれは無理でしょ。いやー、します、します。京野さん、俺。この感じ、どこかで感じた、この感覚。これは、あの時、初めてキスした時のあの感じ。やっぱり、京野さん？待って、要は京野さんなの？お兄ちゃんと美咲にいたヨウは、実はヨウじゃなくて京野さん？ユナ？ユナだったってこと？は？一人二役？二重人格？あの二人、どこに行っちゃったんだろう。あ、朝香たちが戻ってきた。みんなと合流しよう、京野さん。はい。ヨウと京野ユナは一緒ってことだよね。になるってこと？一緒の感覚だってことは。おい、ここだよ。この後、俺たちはまるで何もなかったかのように実家へ戻った。彼女はその間何も喋ろうとはしなかった。なんか、そういうことか。陰と陽の、陽の部分、陽は陽の部分なのか、ユナの。わかりづれな。そうだ、チェックしておこうかな。チェックする。セーブ。そういうこと？陽っていうのは、ユナの陽の部分ってこと？そういうことな。セーブしますよ。っていうことで、じゃあ今回はこの辺にして、この後多分親父と話すんだよね。じゃあちょっと、なんかユナとチューはできたけど、なんかちょっとモヤモヤするね。ということで、じゃあこの後親父とまた話をしてる、するところから続き、また次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。